山本洲五郎山目森井康間は一度終わりまで読んでから丈之助の指さしたところを改めて読み返した俺の身に万一のことがあったら母上と親族との合議を尊重することまた螺鈿の方の手文庫に遺書が入れてある これはお前一人で読まなければならない。そして素直な気持ちで受けてもらいたい。こんなことを言うと、お前は苦い顔をするだろう。去年からの憂鬱癖がまたぶり返したと思うかもしれないが、俺はごく落ち着いた平穏な気持ちでこれを書いている。実際、俺の頭は近来になく透明だし、暗く塞がっていた胸も、 窓を開け放したように軽くサバサバしている。だからこそお前にこだわりなくこれが言えるのだ。この頃は晴れてさえいれば大瀬川へ魚釣りに行く。今日もこの手紙を書き終わったら出かけるつもりである。つい先日のことだが落合湯を釣りに行ったところがすっぽんが釣れたにはびっくりした。あのと岩の縁のところだ。 どうしようもないから糸を切って逃がしてやったけれど安間はそこで手紙を置いて丈之助を見た「別にそう心配するようなところはないじゃないか万一のこととか遺言状のことが気になるのかそれもあるがむしろ文章の明るい調子なんだ」 城之助は憂い深げに言った「これまでの手紙とは別の人が書いたように文章が違う。これまではひどくじめじめして鬱陶しかったんだ。死とか生きることのけ体怠とか運命の恐ろしさなどということを書いてきた。あの通り体の弱い人だし仏教の書物を好んで読んだりするくらいだから。 他人が見れればそれほど不思議はないかもしれない。しかし俺にはわかるんだ尋常の暗さではない何かある何か非常に悩んでいることがある軸の間にそれが感じられるんだ結婚して生活が変わったからじゃないのか春樹さんはどっちかっていうと沈んだ人なのに しずえさんは美貌なのと横笛の名手ということでかなり華やかな存在だったからなそれもあるかもしれない兄には意思がないのに周囲の情勢でやむなくした結婚だからけれどもしずえという人は兄にはふさわしい人柄なんだ俺は幼い頃から知っているが華やかな噂とはおよそ反対に つつましやかな静かに落ち着いた性質だ気質が似ているためにかえってうまくゆかない場合もあるけれどもそんな単純なことではなさそうなんだもっと本質的なものがありそうなんだ一度北沢のお父にでも問い合わせようと思っていたところへこの手紙なんだが この明るく割り切れた調子は当たり前じゃない。正直に言うと俺は寒くなるようなものを感じたんだ。スマ、うん、は目を伏せてちょっと口をつぐんだ。頼まれがいがあるかどうかわからないがそういうことならできるだけ気をつけてみよう。話というのはそれだけか ついでにこの本を届けてくれないか兄に頼まれていた主伝承が手に入ったんだ邪魔だろうけれどこれを頼む何か思い当たることがあったら知らせてもらいたいいいともじゃあこれ預かっていくよ森井康馬は間もなく帰っていった丈之助は少しばかり肩の軽くなったような気持ちで 久しく使わなかった竹刀と稽古着を取り出しひとっかくために行動館へ出かけていった兄から来る頼が暗い憂鬱な色を帯び始めたのは去年の12月頃からであったこれといって取り留めたことはないのだが全体の調子が陰気で倦怠と絶望的な匂いがしみついていた。 自分は体が弱いので小さい頃からしばしば死の恐怖に襲われた絶えず死と睨み合って生きてきたと言っても誇張ではないそんなふうに書いてきたこともある仏教などを除いたのは精神的な世界に生きがいを見いだせるかと思ったからだ文学や絵などをやったのも同じ意味だった そしてあるところまでは興味も感動も持つことはできたのであるが幼い自分からにらみ合ってきた死ほど強く自分を見さないこんな意味の手紙もあった物質的な生活力のないものには精神的な世界へも深く入っていけないのかもしれない近頃はあんなに恐ろしかった死が むしろ自分を引きつけることさえある。こういういくつかの手紙は丈之助をひどく驚かした。兄とは二つしか年が違わないし、おととし、この江戸屋敷へ来るまではずっと一緒に暮らしていたので、兄がとかく病気がちであることも、陰気なくらいおとなしい性質であることも知っている。けれども、 そんなふうに暗い考えや悩みを持っていようとは想像もしなかった。去年の11月に太田最初の娘静江と結婚したいという知らせを受け取った時はことによるとこれで健康にもなり明るくなるかもしれないと思ったくらいであるが事実は全く反対になり以上のような予想外の手紙となって現れたのである。 特につい3日前に届いたものは「万一の場合」とか「手文庫の中の遺書」などという文字とともにそれまでとは違う妙にさえた明朗な筆致で彼をぎょっとさせたただ事とではないという感じがした確かに何かあったに違いないという気がしたそれで 折よく国元へ帰ることになった森井康馬に兄の身辺を注意してくれるようにと頼んだのであった康馬に頼んだことでいくらか気が軽くなったし書庫での仕事が一段落に近づいて忙しかったりするので日のたつにつれて心配も少しずつ薄れていった仕事というのは藩士編さのための文通整理で 藤島中裁という老職のもとに十二人の者が助手を務めている中裁は定日に昌平坂学問所へ日光の教授に出なければならないそのため丈之助は取締保役という役目を持たされ人一倍に忙しい日を送っていたのである兄からはその後ぱったり頼りがなく 二月になって、安間の手紙が届いた。彼は丈之助の一番親しい友人として、兄とも以前から馴染みはあったのであるが、今度帰国しても、案外たやすく親しい行ききをするようになり、もう幾度か一緒に魚釣りなどもした様子だった。俺の目には少しも変わったところは見えない。禅の書物などもあまり読まず。 暇さえあるとカブト岩の上で釣り糸を垂れているというふうだ。前よりは話もよくなさるし笑うことさえある。暗い影などはほとんどなくなったと言ってもいいだろう。家庭の様子も無風体のように平穏だ。ボドなどはいくらか越えられたように見える。むろんこれからも気をつけてはいるが。 底元の想像するような不吉なことだけは起こる心配はないと思うそちらは梅がもう散る頃だろうこっちは阿武津山にはまだ雪が残っているしかし大瀬川には雪毛の濁った水が増え出したからまもなく春がやってくるだろうと楽しみにしているでは一時的なものだったんだな 城之助は手紙をまきながらほっとしたようにこうつぶやいた何か起こるとすればもう起こっているはずだしどうかこれが本当であってくれればいい安間からは10日に一度くらいの割で通信があった兄とはたびたび魚釣りに行くらしいし家へ食事を招かれることも多いらしいだが 丈之助の案ずるようなことは何一つ発見できないという、もうすっかり忘れていいだろうとさえ書いてきた。俺も今度何度役所へ勤めるようになった。頼まれたことをなおざりにはしないが、これまでのように頻繁に往来するわけにもいかなくなる。もちろん変わったことがあれば知らせるけれど、何もなければ手紙もしばらく書かないから。 そのつもりでいてくれるように最後のものにはそう書いてあったそのまま彼からも頼りが来なくなり丈之助自身も自然と忘れていったこうして5月に入りすべてが安穏に落ち着くかと見えた時突然兄の死が伝えられたのである それはジメジメと梅雨の降る日のことだった。書庫で仕事をしていると藤島仲裁が来て、話したいことがあるから来てくれ。こう言って彼を連れ出し自分の役部屋へ行って座った。様子がいつもと違うので何か仕事に誤りでもあったかと思った。しかし仲裁の口から出た言葉は、 全く意外なものであった。そこもとの兄は病気でもしていたのかいかがでございましょうか。しばらく頼りがないので存じません。もともとあまり丈夫な方ではございませんでしたが。この三日に亡くなられたそうだ。丈之助は。 ふっと体が浮くように感じたついで全身の血が抜けてゆくようなめまいに襲われ両手を膝について懸命に身を支えた詳しいことはわからないが病気が急変して亡くなられたという仲裁はそっと目を伏せてから続けた自然 底元が家督を継ぐことになりお許しも下ったそうでもしできるなら早く帰国させるようにということになったのだもちろんそうしたいだろうが城之助は神戸を垂れ歯を食いしばっていたわしとてもすぐ返してやりたいのだが知っている通り生理がまだ少し残っている。 もう一月もあれば一応片づくのでそれまでいてもらいたいと思うのだがもちろんそれまではおります私も今帰国するつもりはございません情には忍びないがそうしてもらいたい支配へはわしが行っておく国元へはそこもとから事情を書いてやるように おそらく一日二日のうちには通知が来るだろうから廊下へ出た丈之助は広い芝生の上にけぶる小ぬかめを放心したように眺めながら柱に片手を持たせて長いこと立ちすくんでいた藩の公的な通信が指針より早いのは言うまでもない しかし何か事情があったのだろう、城之助への頼りはそれから5日のちにようやく届いた。差出人は北沢平五郎という叔父で、ごく簡単に兄の死を告げ、家督相続の許しのあったこと、一日も早く帰国するように、母が待ちかねていることなどが書いてあった。 仲裁から話のあった日に、城之助は森居康間へ手紙を出して、兄がどのようにして死んだかを知らせてくれと頼んでやったが、叔父への返事にも、仲裁との約束で一月ほど帰国の伸びることを伝え、なお兄の死の詳しいことが知りたい旨を書き添えてやった。城之助は落ち着かない日を送った。 中裁から聞いた刹那には大きな衝撃を受けたけれども時の経過するに従って現実感が薄れ誰かに騙されているようなまたはそれが事実であるためには何かが足りないようなもどかしいイライラした気持ちに襲われるのだった安間からは何の頼りもなかった北沢の叔父からは返事が来たが ただ病性が急に高まってというだけで他に原因のありそうなことはいささかも書いてなかった丈之助はかなり厳しい調子で安間に督促状をやったしかしそれに対しても返事はなかったそしてやがて彼自身に帰国の日が来た城下へ着いたのは 七月初めの暑い日であった山国には珍しい何十年ぶりかの暑さだそうで町中の川でも子供たちが水をはね散らして遊び戯れていた町屋より一段高くなっている武家屋敷へ入る間もなく羊田市の戻りらしい老木の左兵と出会ったわずか三年足らず見ないうちに 兵はすっかり髪が灰色になり腰も曲がりかけているようだった「これはこれは思いがけないようようおかえりでございましたか」老人は驚きと喜びに声を震わせた「毎日毎日ご隠居様が歌にしてお待ちかねでござりましたぞさあ 早くお顔を見せておあげなされませ。お前体でも悪くしたのかあまりの老け方につい丈之助はこう聞いてみた。佐兵衛はまぶしそうにこちらを見たがすぐに目をそらし頭をゆらゆらと横に振るだけであった。三番町の家の門を入ると。 すぐ右脇にある猿すべりが赤く咲き出していた。洗剤の松も庭仕切りの正木の池垣も三年前と少しも変わらないようだ。旦那様のお帰りでございます。左兵のこう呼ぶのを聞きながら玄関先へ近寄っていった彼は 黒々と冷たそうに光る広い式台を見てはっとした年代を経て磨き上げられたい板の面の誇り一つ止めないしんとした広さそれはそのまま主人のいない家のむなしい嘆きを表しているように見えたからだ兄上丈之助は目をつむって神戸を垂れた 城之助ただいま帰りました安間の書いてきたとおり母は少し肥えていたそのためだろう憂いの色も予想したほど深くはなくむしろ丈之助の帰国の喜びに何もかも忘れる様子だった兄嫁はやつれていたちょっと見違えるほどのやつれ方であった もともと細表で背丈もそれほど高くはなかったが関節のキリッと引き締まった弾力のある肉付きでいかにも逆しげに動く大きな瞳と波を打つようにやや尻の切り上がった口つきが評判の美貌をひときわ引き立てていたそれが今はまるで変わっているしかも娘から妻になったという変化ではなく との姿ののたまま落したというしいじなのだ。夫に死なれた昇進のためだろうかもちろんそれもあるだろうしかしそれだけではないという直感を丈之助は受けた風呂屋で汗を拭いて着替え仏壇にうをあげて今へ落ち着くとすぐ彼は母に向かって兄の臨終の様子を聞いた 母はすらすらと話した「兄は肝臓部にがんができていたというそれを持病の胃腸の疾患だとばかり信じていた」「医者もそう思っていたのであるが4月末から急に病状が変わり分かった時はすでに手の施しようがなく5月3日の早朝に死んだということであった」 母上のお話にまさか嘘や隠しはないでしょうが城之助は聞き終わってからしばらくしてこう言ったそれはもうその通りでしょうけれど私にはどうにも腑に落ちないことがあるんですよまあ何をおっしゃるのだってお前今お母さんが母はこう言って ふと作ったように微笑した「いやですねそんなお母さんが何のためにうそを言うんですか一体どこが腑に落ちないとおっしゃるのいや母上を疑うわけではないんですそれとは違うんですがそれはまた落ち着いてから申し上げますそうなさい 疲れてて神経が高ぶっているんですよ「今支度をさせますからちょっと横におなりなさるがいい」「晩には北沢のおじさまだけでもお呼びしなければなりませんからね少しお酒でも上がりますか」「一人前の扱いですね」「丈之助は気を変えたように笑ってみせた」「それには及びません」 このままま横になります。彼は何より先に螺鈿の手文庫を見たかったけれどもお前一人でという注意があるので人目につかぬおりをと思い支度のできた根間へ入った晩さんには北沢平五郎だけでなく米村六左衛門安部中也、野口村右衛門 野口久野信など親族の重だった人たちがほとんど顔をそろえた北沢と安倍と米村は父方であり野口は里方のものである帰ったその世の招きにしては大げさすぎる丈之助はこう思って用心していたが果たして食事が済んで茶になると思いもよらぬ話が出た 一番年長でもあり近い身内でもある北沢平五郎が親族を代表するような口ぶりで家督を相続するについては亡き兄の嫁静江を丈之助の妻に直したいと言い出したのであるこの話は実を言うと春樹殿の遺言なのだ。 平五郎はこう言った。亡くなる四五日前五母堂とわしのいるところでそう言われた。しずえを城之助の妻に直して平松の家を継ぐように念を押してそう言われたのだ。そこで亡くなられた後親族ご一同に集まっていただきまた 静江殿ご尊父にも列座を願った上で合議したところいずれにも異議なくこの場合それが何より妥当な仕方であるということになったのだ。春樹殿はなおこれについてはそこもとへもかねて通じてあると申されたからおそらく承知のこととは思うがいや存じません。 城之助はむしろ老漫して遮った手紙はたびたびもらいましたが婚姻のことなどは少しも書いてはございませんでしたただこう言いかけて丈之助はふと絶句した最後に来た手紙に万一の場合は母と親族の合議を尊重するようにと書いてあったのを思い出したから 平五郎は彼の言葉をそのまま聞き流しこの問題がすでに決定して動かすことができないものだということを証明するように続けたご母道をはじめ親族一党の意見もまとまったので相続願いと同時に右の趣もお届け申しすべて滞りなくお許しが下った常の場合なら そこもとの意思も確かめるべきであろうがこの度は平松の加盟という件が中心であるからその点をよく了解して承諾されたいと思う。城之助はややしばらく黙っていたあまりに思いがけないことでどう答えていいか自分でも見当がつかなかったのである。 これでまず我々の役目も済んだ野口久之進がほっとしたように言ったあとは修言の日取りだがこれは当人同士の意見もあることだろうしそう急ぐにも及ばぬだろうとにかく上のも幼なじみのことだしこれはかえって良縁と言うべきかもしれないそして 人々はさりげない座談に移った客が帰った後、母は静江と三人で話したい様子だったが丈之助は疲れているからと断り居間へ入って一人じっと座り込んだ兄嫁を弟が妻に持つあながち例のないことではないむしろ常識的なくらい 世間ではよく行われていることにこの場合は兄の死が急であったこと静えに子供ができていないこと彼とも幼なじみであることなどから兄の遺言どおり親族でそういう弁法を取ったのは当然かもしれなかったまた家というものが比較的には人間よりも重要に考えられている時代のことで 一度そう決定したからには丈之助にそれを拒む自由はないのであるしかし彼には今それを受け入れることができない彼は兄を尊敬し愛していた彼と兄との関係は他のどんな兄弟とも違う密接な尊敬と愛とで結ばれていたあまりに近しく直であった その兄の妻は丈之助にとってすでに肉親の姉である。人がその姉や妹に異性を感じることができないように、丈之助はもう彼女に異性を感じることができない。彼女と結婚することは不自然であり、不倫でさえある。しかもそれは本能的なくらい激しく根強い感情である。 母も静江も寝たらしい。丈之助は安んから手職に火を移して、そっと兄の居間へ入っていった。机も書棚も兄のいた頃のままそっとしてある。床の間の軸だけは外されていたが、違い棚の上も手をつけた様子がなく、愛玩の李鳥の鉢や、いつか安間に託して届けた。 筒入りの手伝承と並んで二つの手分庫が置いてあった蒔絵の方は鍵で開けるが螺鈿の方は組み込み細工で側面と底の板を交互に動かして開ける仕掛けだった丈之助は手職をそこに置き手分庫を引き寄せて静かに仕掛けを動かしただがその中には らしら蒔絵の方も開けてみたそれからまた螺鈿の方を丹念に調べたけれども手紙で言ってきたようなものはついに見つからなかったその手文庫は亡き父が京都から買ってきたものである開け方は亡き父と兄と丈之助だけが知っている 母でさえ手をつけたこともなかった遺書は書かれずにしまったのだろうかいや決してそんなことはないそれなら後からそう書いてよこすはずだでは誰か抜き取ったのだろうかそうかもしれないだが遺書などを取ってどうするのだどんな必要があって 城之助は手職の消えるまでそこに思いあぐねていた彼の方もそうだししずえも彼を避ける様子だった母も強いて二人を近づけようとはしなかった帰って三日目に龍源寺で放映をしその後で家督相続の披露宴を設けた それまでに来なければならないはずの森井康馬は一度も姿を見せず披露宴には使いをやったのに断ってきた何か訳があるな江戸で出した手紙に返事の来なくなった時から何か理由があるとは思っていたが帰国したのを知っていながら来ず正体まで断るというのは普通のことではない 今度はもう怒る気持ちなどはななく、なるべく早く会ってその訳を確かめねばならぬと思った疲労の宴をした翌日藩主生き守厚治から召し出しの使者があった途上すると中老筆頭の出資をせよという沙汰だった平松はもともと筆頭中老の家柄で 野口家と七年交代にその職を務めてきた兄が家督をした時は野口村右衛門の在任のうちで去年その任期が切れたのであるが春樹は病弱のため交代を伸ばしていたものであった丈之助は江戸をたつ前藤島中裁から内分の話として 編纂が始まったらその曲に当たってもらうだろうということを聞いていた若い彼には筆頭中郎などという気物性いな役よりもちろんその方がやってみたいそこで大事しているそば用人の中山義太夫に向かって自分には他に仰せつけられる役目があるように聞いていたがそれはお取りやめになったのかと尋ねた。 すると熱春が引き取って「ほかの役目があるはずとはどういうことか直答でもうせ」こう言って不機嫌な目をした熱春はわがままな完璧の強い人であるこれはいけなかったと思ったが口を切ってしまったので仲裁からの話を申し述べた さようなことは聞いておらぬ。厚春はいよいよ機嫌を悪くした世の知らぬところで役目の授受が行われようとは思わなかった義太夫乱れておるぞ丈之助は面目を失って下城した午後になって北沢平五郎と野口久之進がやってきた もちろん御前の不守備の話である。熱春はあれから老職を呼び集め平松の価格を下げろとまで怒ったそうである。列座の人々の監視でそれだけはさたやみになったが筆頭中老は引き続き野口村右衛門に仰せつけられ城之助は当分無役ということに決まったということであった。 どうしてあんなバカなことを申し上げたのだ平五郎は何度も愚痴のように言った。他の時ならまだしも役目の沙汰を受けてすぐそんなことを根性するなどとは無資料にも程があるではないか。藤島五郎職からその話が申し上げてあると思ったのです。お受けをしてしまえば。 さんに回るわけにはいきませんから次男でいる頃ならそういうことも許されるだろうが平松の当主となれば筆頭中郎以外の役に就くわけにはまいらぬそのくらいのことは知らぬわけはあるまい平五郎はしきりに汗を拭いた幸い老職方が殿へお取りなしをしてくださるそうだから しばらくは謹慎しているように。これからも一族の迷惑になるような軽々しい言動は慎んでもらわねばならぬ。丈之助はすっかり腐ってしまった。世を差し置いて役目の授受をするという藩主の言いようも子供めいているし、そんなことでうろうろ終戦する人たちもばかばかしく思える。若い人間を 年寄りのするような名ばかりの役に据えるより実際に生きた仕事をさせる方が藩のためにも得策ではないかしかし彼が今どう息巻いてみたところで飲酒と伝統で固まっている制度を覆すわけにはいかないまあ当分おとなしくして時期の来るのを待つより仕方がないだろうこう思って なるべく早く忘れることにしたそれからほんの数日の後のある夜丈之助は庭へ涼みに出て行って偶然にしずえと会ったさして広くはないが松の間に梅を拝した亡き父自慢の林があり芝生になった月山の周りはススキや萩やキキョウなどが茂っている 築山の上にある腰掛けで丈之助が涼んでいると静江が一人で来てそのすすきの茂みのところにひっそりとかがんだ。丈之助は黙って見ていた。朝の白地に何か小さく草花を染め出した片びらが茂っているすすきの葉隠れに宵い闇をくまどって幻のように見えた。 城之助は立って静かにそっちへ近寄っていった静えは驚いて立ち上がったが去ろうとはしなかった何をしていたんです左兵が虫を買ってまいりましたのでここへ話してやりましたこんなにうるさいほど泣いているのにね スズムシでございますわしずえは手にした殻の虫かごをそっとまさぐっていた丈之助は彼女が何か話しかけるのを待っていることに気づいたそれで思い切ってこう問いかけた「あなたは親族の取り決めた話を知っていますね」。はい それでで承知したんですね静江はちょっとためらったはいそうすることが一番春樹様のおぼしめしにそうと存じましたからあなた自身はどうなんですか丈之助の調子が鋭かったのだろう 静えはピクッと肩を震わせた。それからごく低い声で、しかしはっきりとこう答えた。私にも、そうしていただくのが一番幸せでございますわ。私がそれを信じると思いますかでも私、本当に。 あななたのやつれ方は普通ではでい。私は人違いをしたくらいです帰ってきて初めて見た時到底あなたとは思えなかった今あなたのおっしゃった言葉はそれ以上に私を戸惑いさせるあなたはそんなにも変わってしまったんですか静えの手で 何かの折れるような音がした持っている手に力が入って虫かごがどうかしたらしい同時に彼女は顔を上げて丈之助を見たもしも私がお気に召しませんでしたらどうぞ丈之助様のおよろしいようになすってくださいましあなたは 私にとって大事な人だ丈之助は苦痛を訴えるように言った私のたった一人の兄嫁だったのだからそして彼は家の方へ去っていった丈之助は安間の家を訪ねた二度訪ねても 二度ととも不在であると断られた。三度目に行った時手紙を置いてぜひ会いたいからということづけをしたがその翌日すぐ返事があって御用判断のためここしばらくは会えないそういう意味だけごく簡単に書いてよこしたもう当たり前の手段ではだめだと思い浜野優作という友を訪ねて 安を誘いだしてくれるように頼ん優作とはふだんあまりつきあいはないが班の学童で一緒に机を並べた友の一人である「俺が呼び出すなんておかしいじゃないか喧嘩でもしたのかねそれがわからないんだぜひ会って聞きたいことがあるんだが避けてばかりいる」。 どうして避けるのか見当もつかないがとにかく俺ではだめらしいんだじゃあ右往へでも誘そうかね優作はこう言って笑ったただし感情はそっちでもつんだぜ四五日して優作から使いがあった夕方の六時頃右往陣へ来いという知らせである 城之助は時刻を計って出かけていった。魚陣は花屋橋をちょっと下がった貸し沿いにあり、川魚料理で名を知られた料亭だった。雷雨でも来そうな空模様で、いつもなら夕風の立つ時分なのに、柳の葉も動かず、じっとしていても汗の出るほど蒸し暑かった。二階の人前へ通されるとすぐ、 女中に二人の来ていることを確かめ窓際で少し涼んでから優作を呼んでもらった優作はもう赤い顔をしてうちわではたはた襟を仰ぎながら入ってきた「まだ始めたばかりだからもう少し立ってのほうがいいだろう酒でも飲んで待っていないか?」「こっちは構わないから頼むよ」 それから約半時ほど待ったう優作が来て目くばせをした立って行くと廊下の端の部屋を指さし「俺は先に帰るよ」と言った丈之助は目礼を交わして教えられた部屋へ入って行った安間は窓か町に肘を持たせうちわを使いながら川の方を眺めていたが 入ってきた丈之助に気づくとあっと声を上げそのまま石のように体を固くした「こんなふうに呼び出してすまない」丈之助は少し離れたところへ座って安間の目を見た「だがこうするより他に手段がなかったことは認めてくれるだろう」「断っておくが」 俺は何にも話せないぜ。いや、話さなくちゃいけない。俺はどうしても聞くよ。丈之助は相手の顔から目を離さずに言った。俺は兄嫁と結婚しなければならぬことになった。兄が母とおじとにそう遺言したのだそうだ。江戸にいるとき、 俺に兄が遺書を残してくれたと書いてきたことは知っているだろうもし母や叔父にそういう遺言をしたのが事実なら遺書にもそれが書いてあるに違いない俺は指定された手文庫を開けてみたしかしその中には遺書はなかったのだ遺書がなかったって手紙にあったあの遺書が どうしてもなければならぬはずのものがない。兄が書かなかったとすれば、その後にそう言ってくるわけだ。確かに兄は入れたに違いない。それがないとすれば、誰かが取ったことになる。一体誰が何のために取ったのだ。いぶかしいのはそれだけではない。あれほど頼んでおいた底本は。 兄の死の前後からばったり沈黙してしまった。いくら手紙をやっても返事をよこさない。こっちへ帰ってきてからも俺を酒通しに避けている。ヤスマ、一体何があったんだヤスマは目をつむった。口の中で、遺書が取られたとつぶやき。 何か思い悩むふうにうつむいたり首を振ったりした「言ってくれヤスマ俺には兄の病死したということさえ信じられないんだ一体何事があったんだそこもとは何を見たんだどうして俺に話すことができないんだヤスマ頼む本当のことを言ってくれ」 俺は他言しないことを誓った誰にも他言しないということを何事についてだ何を他言しないと言うんだそこもとの母道にも親族の人たちにも誓った決して他言しないとそれはそこもとが遺書を見れば何もかも分かると思ったからだ しかしその遺書が誰かの手で取られたとすると安間はそう言いかけてまた口ごもった「そうだやっぱり黙って押し通すわけにはいかないだろう俺にも俺で納得のいかないことがあるんだからまず兄の死のことを聞かせてくれ」 兄はどういうふうに死んだんだ春樹さんは安間は苦しげに眉をひそめていった自殺されたんだ自殺どうして丈之助はコクッと喉で音をさせて どんなふうに自殺したんだ大瀬川のいつも行かれる兜岩のところから身を投げて死なれた川へ身を投げて兄が過失で死んだと見せるためだったらしい兜岩のところにビクが置いてあったし 死体の右手には釣りを握っていた俺が見つけさえしなければおそらく過失で死んだことになっただろうと思うそこもとが見つけたというのは全く偶然なんだ手紙にも書いたと思うが俺はよく春樹さんと釣りに行った 決まって兜庭のところなんだがそのうち何度役へ勤めるようになって一緒に行けなくなったしばらく竿を持たなかったが5月2日の日だちょっと非番が続くので久しぶりに連れてってもらおうと思って尋ねたするともう出かけられたというおそらくいつもの場所だろうと見当をつけて行くと 川の方へ降りて行く石段のところ我々が水浴びに行った頃帰りによく蜜をなめに登った古い松があるあの松のところでふと下を覗いてみたちょうどその時なんだ兜岩の上からさっと誰かが川の中へ飛び込んだ片手に釣竿を持って 着物を着たままの姿が白くさっとしぶきを上げて水の中に消える瞬間に春樹さんだということが分かった丈之助はかすかに身震いをしたまるでそのしぶきを浴びたかのようだった俺は老狽して石段を駆け下りた 全く狼狽していたんだ。知っているとおり兜岩から川下は両岸が高い絶壁で流れの強い背が十兆余りも続いている。安間はこう続けた。下まで降りてからそう気がついた。それですぐ石段を駆け上がり崖の上を走りに走って堰の上から川へ降りた。 あそこからは川幅も広くなり流れも緩くなっている水も浅いから俺は川の中へ入っていっただが見つからなかったヤスマは切り岸の方まで遡ってみたさらに川下の方も探したしかしどうしても見つからないので一旦兜岩のところへ引き返し そこにあった遺品を持って北沢平五郎の屋敷へ駆けつけたすぐに米村と阿部を呼び集め船を借りて4人だけで川筋を探した死体は兜岩から五六丁下がった縁の底から発見され夜になるのを待ってひそかに家へ運んだのである 安間はそこで口をつぐみ深いため息をついてから静かにこう言った親族の方たちの相談で病死という届けをしいかなる事情があろうとも多元しないという約束をしたそれはそれでいいのだが俺の目には あの瞬間の春樹さんの姿がはっきり残っている岩の上からさっと飛び込んだ動作が一体どうしてそんな死にようをされたのか俺は随分思い悩んだそのうちにただ一つだけ記憶に浮かんだことがあるそれはいつか一緒に釣りをしている時だったが 春樹さんが「俺にまだ嫁をもらわないのか?」と言われた。「俺は来年の春にもらう約束があります」と答えた。春樹さんはしばらく黙っていたが、ふと十回のような口ぶりでこんなことを言われた。結婚というものは。 心も体も違ったもの同士が一つになるのだから、潔癖に考えすぎるとかえって失敗しやすい。むしろごく楽な単純な気持ちで世間一般の習慣だというくらいにやる方がいいようだ。もっとも世の中のことはすべてあまり真面目に思いすぎない方がいいらしいがね。こういうような言葉だった。 思い出すとそれがいかにも意味ありげに思えてくる江戸で二人が話した時「俺は今度の結婚に原因があるんじゃないか」と言ったがその想像がまたしつこく頭に浮かんできたやっぱり問題はそこにある見かけではわからないし他にも理由はあるかもしれないが 直接の動機はそこにあるに違いない俺はこう考えるようになったんだ安間はそこでまたやや長く沈黙したそれから川の方へ振り返りすっかり暮れてしまった対岸の火を眺めながら独り言のようにこう低くつぶやいた これは俺が言うべきことではないかもしれないが春樹さんの死の原因の一つがそこにあるとしてそれが遺書に書いてあったとすればその責任を感じる人がそれを密かに破棄するということはありえないだろうか。丈之助は姉妹まで黙っていた。 兄が病死したと聞かされているうちは何か不自然で納得のゆかない気持ちだったが安間の話から受けた打撃は強烈であった自殺しかも川へ身を投げて死ぬそれは過失を装うためだったかもしれないが当時の武家の封としては承認し難いものである どうしてそんな手段を選んでまで死ななければならなかったのか彼は打ちのめされたもののように数日の間今にこもって暗いため息ばかりついていた城之助はそれからしばしば大瀬川へ出かけた城下町から一里足らず山へ入ると断崖の岩に段を作って下へ降りるところがある その辺りは川中に大きな岩がたくさんあり崖沿いにも岩礁が続いていて水は縁となり背をなし淀みを作るというように変化が多く鮎やうぐいやコイヤマメなどがよくとれる。丈之助は少年の頃夏になると毎日のようにそこへ水浴びに行った。 落ちるような流れの急な背に乗って、よどみへ滑り込むのが何とも言えず面白い。また、淵の水底へ潜って、岩のくぼみに潜んでいるヤマメをつかむこともできる。よそから人に見られる恐れがないので、どんなに騒いでも叱られる心配がなかった。はるかな昔だ。断崖の段々を降りてゆきながら、 城之助は胸いっぱいに音楽を聴くような感動を覚えた兜岩はその段を降りて川上へ20軒ほど行ったところにある全体が八畳敷きの家くらいの大きさで兜の鉢金に間比差しだけつけたような形をしている城之助はその上へ登って腰を下ろした 水はすでに秋の色を潜めていた向こうに迫っている断崖の中腹にところどころ小松が生えていてそれに絡んでいる鶴の中にはすでに赤く色づいたのが鮮やかに見えた「兄さん丈之助は川の水に向かってそっとこう呼びかけた」。 一体どんなことがあったんですかどうしてそんなふうに死んでおしまいなすったんですか絶え間なく水は流れていたかなり強い流れの脈に揺られて薄青く染まったような川底の石がゆらゆらと動くように透けて見える丈之助はそれを見つめているうちに ふと一つの遠い出来事を思い出した。それは彼が12歳、兄が1四の年の初秋のことだ。もう肌寒い風が吹き始めていたが、兄と彼は二人っきりで水浴びに行った。去ってしまう夏への名残という気持ちだったろうか。水は冷たかった。しばらく遊んでいるうちに、兄が。 山目を掴もうと言い出した。兄はそれまで見ているだけで一度もやったことがなかった。兄さんにつかめるかな。難しいんだよ。つかめなくってさ。今まで隠していたんだ。わけないよ。どうだかね。危ないね。そんな問答をしているうちに兄は飛び込んだ。 そこは城之助もたびたび潜ったことのある場所だった深さは七八尺で岩礁の根のところに穴がありよくその中にヤマメが尾ひれを休めている上手なものは両手に一尾ずつつかむこともまれではなかった兄は水を蹴りながら潜っていった上から見ているとどうやら穴へ手を入れたようだ つかんだかなと思ったがなかなか上がってこない白い2本の足がひらひらと動く状態は岩に張り付いていてよく見えないが足はしきりに水をけっている少し長くかかりすぎるようだ丈之助は不安になったそのうちに2本の足は動かなくなりブクブクと水泡が浮いてきた 溺れたに違いない。丈之助は逆さになって飛び込んだ。兄は右手を岩穴へ差し込んだままわずかにもがいていた。丈之助はその手につかまって引っ張った。手は何かにかえるようでどうしても出ない。そこで穴の中を探ってみると兄の手は一尺もありそうな大きな魚をつかんでいた。 つまりその魚をつかんでいる拳が穴に仕えているのである。丈之助は苦しくなってくる呼吸を我慢しながら兄の指を一本ずつ引き離しようやく魚を取り去るとともに兄の腕を抱えて水面へ浮き上がった。それは今思い返しても冷や汗の出るような時間であった。 ほとんど失神している体を岩の上へ引き上げ「兄さん兄さん!さん」と泣きながら転がしたり叩いたりした兄は間もなく多量の水を吐いて意識を取り戻したそして兄弟は裸のまま抱き合って泣いたり笑ったりした兄の方はそれで何事もなかったが 丈之助はその夜から激しい下痢と高熱を患い、二十日余り寝てしまったのである。あの時の魚は随分大きかったね、兄さん。でも、あれはうぐいだったよ。いや、あれはヤマメさ。うぐいですさ。私にはちゃんとわかってましたからね。その後 よく二人でこんなことを言い合ったがそういう時こっちを見る兄の目のふいにぬれてくるような色を丈之助は忘れることができないいつかまたあの時のことを話して一緒に笑おうと思ったのに丈之助は水に向かってそう言った あなたはそんなふうに死んでおしまいなすった今度は私の助力では役に立たなかったんですか三十軒ほど上に急炭があってそうそうと冴えた水音が両岸の絶壁に反響している丈之助はその音の中から兄の声を聞き取ろうとでもするように じっと目をつむって長いことそこに座っていた螺鈿の手文庫から遺書が抜き取られたという想像は片時も丈之助の頭から去らなかった無駄だということを承知で母にも静江にもそれとなく聞いてみたがもちろん答えはにべもないものであった彼は兄の遺品の整理をしながら どこかにそれがありはしないかと多くの時間をかけて探したしかしそれとおぼしいものは何も見つからない丹念によく日記をつけていたようであるがそれさえも自分で始末したものか一冊もなかった九月に入ると祝言の日取りの相談が始まった普通なら一周期が済んでからというところであるが これは個人の意思でもあるし、すでに家督もしたことであるから、今年のうちには式を挙げるべきだ。こういうふうに相談は現実的になりだした。丈之助は、まだ到底そういう気持ちにならないからと拒んだ。まだ半年にもならないのですから、私はもちろん、 あの人にとっても早すぎると思います。とにかくもう少し待ってください。しかし果実のご不況のこともあるからな。北沢のおじはこういうことも言った。来春早々に殿は参勤のご出布をなさる。それまでには婚姻のお届けをして。 家内の落ち着いたことをご承知願っておかなければならぬと思うが、うん、いずれにしてもまだ私にはその気持ちはございませんどうかお待ちを願います丈之助はそう言って押し通した秋が深くなると兜岩あたりの水はぐっと減ってきた川上から流れてくる落ち葉も 一と頃は黄色く赤くほとんど水の表を覆うようであったが次第に鮮やかな色を失い茶色に汚く縮れたのや虫食いの醜い葉ばかりになりその数も日ごとに少なくなっていった。城之助は兜岩の上に腰を下ろして時には丸半日も猛然と流れの上の落ち葉を眺め暮らすことがあった。 痩せていく川の水はいよいよ冷たく澄み通り研いだような底石の上をついついと魚の走るのがよく見えたこうしてやがて冬が来た11月の声を聞くと間もなく阿武津山にまず雪が降りその白い部分が一日ごとに下へ下へと伸びてくる 山麓から里へかけてみぞれの降る日が続き朝になるとそれが凍りついたそんなある日太田の実母が急病だという知らせで静江は実家へ出かけていった折り返し使いが来て病気は率中でありいつ急変があるかわからない症状なので今夜はこちらへ泊まるという断りがあった それではあなたも行かなければね母は彼の顔色をうかがうように言ったもう義理の母ということになるんですから顔だけでも出さないと母上がいらしてください私にはどうも祝言を伸ばしてもいるし具合が悪いですよ おいいならそれれでもいいけれど。母は無理強いもせず静江の部屋から着替えなどを取り出して包み左兵を連れてみぞれの中を出て行った丈之助は母が静江の部屋へ入った時今までかつて考えても見なかったことをふと思いついたそれは卑しくもあり 武家の人間としては恥ずべき行いであったしかし彼はいささかの躊躇もなくそう決心をし母が出て行って半時ほどすると静江の部屋へ入って行った安間がほのめかすまでもなく遺書を取ったものがあるとすればまず彼女と見ていいだろうそしてもしそれが事実で そうする必要があるほどの意味を持つものなら、あるいはすでに焼くか破棄するかしてしまったかもしれない。だが、探すだけは探してみようと思いついたのであった。タンスミサオ、長持ち、つづら、小ダンスふたさオ、いくつかの手箱、譜代、鏡箱、貼り箱、串箱、 兄弟すずり箱。これらを辛抱強く見ていった夕食のあと少し休み十時に茶と菓子をつまんだきりでほんの歯切れの詰まったような入れ物まで念入りに探ってみたごぼ大事の鐘が牛蜜を告げたときにはもう天井裏か畳の下以外には探すものはなくなっていた 城之助は力尽きた感じで部屋の真ん中に座りため息をつきながらぼんやりと周囲を眺め回した静江ではなかったのだろうかそれともどうにか始末をしてしまったのだろうか四半時もそうしていたであろうやがて彼は立ち上がり 取り出ししたた。ままのの手箱などを元のところへ戻し始めたするとどうしたはずみか小段子の上にあった軟京塗りらしい壺が転げ落ち彼の足元でくるくると回ったおそらく彼女が兄からもらったものであろう丈之助は拾い上げて小段子の上へ乗せようとしたがふと 中に何かあるような感じなので覗いてみるとどうやら封書のようなものが入っているドキッと胸が鳴ったすぐ安んのそばへ行き確かに封書らしいのを見て引き出した封が切ってあるだが表には「城之助殿」とあり裏には兄の名が書いてあった やっぱり。丈之助はあえぐようにこう言った。やっぱりそうだった。やっぱり取られていたんだ。この壺が落ちたのは兄上の導きだったかもしれない。彼はそれを懐にしまい、部屋の中をできるだけ元通りに片付けた。 今へ戻った丈之助はともしをかきたてて机に向かいすぐにその遺書を読み始めた日よけの日はすっかり消えていたし乾期は鋭く机に寄った丈之助はしきりに動物類が出たけれども彼は寒さも疲れも感じなかった兄の遺書はその思いがけない告白で彼をひっつかみ ほとんど行き詰まらせたくらいであった素早くむさぼるように一度終わりまで読みそれをまた初めから読み直しさらにもう一度次のような章から繰り返して読んだこういう考え方がお笑い草になるか厳粛に受け取るかは人々の自由でありますただ 私にはそう考えるより他に仕方がなかったのです。だがこういうことも言えなくはありません。私がそれをもう少し遅く知ったら、つまりあの人と私とが夫婦として結びついてしまっていたとしたら、それはさらに私の苦痛を大きくしたことでしょうが、まったく 別の手段を取らなければならなかったことでしょう。こう想像することは、今でも私をぞっとさせます。そして、祝言の夜から始まった発熱を感謝せずにはいられません。あの人が、お前を思っていたということ、それもずっと早くから思い憧れていたということは、 私が偶然に見つけた日記よりも正確にあの人自身が表明していました。花嫁衣装を脱いだあの人は灰で作った人形のように見えたのです。姿形の衰えよりも心の消耗し尽くした人。少し誇張して言えば形外だけの人。 という感じなのです自分が夫になる立場だったからかもしれませんが私はすぐにこれは尋常のことではないと感じましたおそらくその義務があったために偶然見つけた日記を開く気になったのでしょうそうしてそこに書いてあることを読み取った後私が一体何を思ったか おまにわかりますか言いましょうそれは兜岩のところでヤマメをつかんだ時のことお前に危うく助けてもらったあの時のことでしたあのヤマメは大きすぎたしかしすぐに手を離してしまえば何でもなかった 私の病気が肝臓のがん種だったということはまもなくお前も聞くでしょう。誰にも知らせてはないけれど、がん種はもう腎臓へもうつっているそうです。4月中旬にそういう診断を受けました。この病気は治療の方もないし、今のうちは進行も徐々としているが、やがて、 おそらく最大限2年以内には復興内全部に蔓延して死ぬのが通例だということです。何のためにべんべんと待つことがありますか手紙でも書いたように私と死とはごく幼い頃からのなじみです。かつては恐怖であったがあんまりにらみ合っていたために慣れてしまいました。 これから生きることは私にとっては徒労でありあの人にとっては苦痛を引き延ばすだけです無意味でもあり全く不必要な苦痛を人間は一度しか生きることができないどんな力をもってしてもやり直すことができないのです 人が人をこれほど深く思う、こんなに美しい厳粛なものはありません。その思いが叶えられないとしたら、叶えられないままに一生を終わるとしたら、私はお前に頼みます。どうか素直な気持ちで、あの人の心と、 兄の賜物等を受けてください。兄の最後の願いを生かしてくれるように信じかつ祈ります終わりにもう一度断言しますが私の掴んだあの魚は確かにヤマメでしたよ手紙を巻き収めた丈之助は 両手で顔を覆ってややしばらくむせび上げた。何を考えることもできなかった。不幸な兄、不幸な巡り合わせ、そういうほかにはもうどんな考えを差し挟む余地もない。彼はただ兄の前に抵当する気持ちで泣くだけだった。 明くる朝早く母一人帰ってきた。太田の病人はひとまず落ち着いて急にどういうこともなさそうであるが静江だけはもう一日二日見取りをするということだった。その日の午後から雪になり暮れ方にはかなり積もったが宵の八時頃にその雪の中を静江が帰ってきた。 病人はもう口を聞くようになり医者もこの分なら案外早く回復するだろうと言っているそんなことを母と話すのが聞こえた10時過ぎて母が寝たあと静江も部屋へ入ったが何かしている様子でいつまでもかすかに立ち位の気配がしていた 壺の中のものがないのに気づいたのかもしれない。丈之助はそっと立っていって、襖のこちらから低い声で呼んだ。はい、まだ起きております。では、すまないが私の部屋まで来てください。こう言って丈之助は引き返した。 日よけに墨を継ぎ終わってやや長く待ってから静江が来た凍ったような表情で唇の色まで白く見えた端に座ろうとするのを日よけのそばまで招き勤めて調子を和らげながら兄の衣装をそこへ差し出した これを知っていますねしずえは罰を受けるようにうなずいた私がこれを探し出した理由は言う必要がないでしょう弁解もしませんしかしあなたがなぜこれを隠したか聞きたいと思います 彼はこう言ってじっと相手を見つめた「正直に言ってください」「なぜです」「膝の上に置いた両手の指が痛ましいほどわなわなと震えている」「その指をひしと握り合わせ低くうなだれたまま静江は長いこと黙っていた」 城之助は辛抱強く待った油が少なくなったのだろうあんどんの火がちらちらと瞬き蒼白なしずえの方がかすかに揺れるように見えた春樹様が私にお触れなさいませんのに気がつきました時 しずえはおののく声でこう口を切った私が秘めてきたことをお知りなすったのではないかと存じましたけれど病弱だからとお断りなさるのもお信じ申さずにはいられなかったのです あのようにしてお亡くなり遊ばした時私夢中でお手文庫を開けてみましたいつか春樹様がその中へ文のようなものをお入れなさるのをつい拝見したことがございましたからそしてご遺言を読ませていただきましたやっぱり あの時思ったとおりでした静江は肩を震わせておえつしたもみしだく手の上へ音を立てんばかりに涙がこぼれた私がどんな気持ちになったかお分かりくださいますでしょうか 私その場で自害をしようと存じましたでもすぐにそうしてはならぬことに気づきました春樹様があのようにお亡くなりなすった後で私がまた自害してはご加盟に傷がつかずにはいませんからそればかりでなく この罪を償わずに死ぬことは罪を重ねることだと存じました生きていなければならない生きて罪の償いをしなければ私ご遺言どおりに生きようと思いましたそしてそれには私の秘めていたものを あなたに知られてはならないと思ったのでございますどうしてですどうしてそれを私に知られてはいけないのですこんな気持ちはと静江はおえつをこらえながら言ったこんな気持ちは その方ににはお分かか。りなならないでしょうか私がお慕いしていたということをあなたに知られて結婚してはあまりに春樹様へ申し訳がない何もお知らせせずにかえって嫌っていただくようにしなければ罪の償いにはならないと存じたのでございます。 城之助はそっとうなずいた。おぼろげではあるが分からなくはない。それで衣装を隠したのか。かわいそうに、この人もそのように苦しんだのだ。じじじっと油皿の鳴る音がして、ついにあんどんの火が旗と消えた。 部屋は一瞬真っ暗になったがやがてほのかに薄明かりのように光が浮き出してきた窓の障子がいっぱいの雪明かりだった素直な気持ちで受け入れてくれ城之助は思いを込めた声で言った 兄はこう書いていますねありがたく受けましょう素直な気持ちで兄の賜物を二人で素直に受けましょうそうしてもよろしいでしょうかそれが兄の 何よりの冥福になるしずえ手をおかし丈之助は静江の両手を取った握り合わされた二人の手を雪明かりがほのかに映し出していた。